こんにちは、はい、さゆたかさん恒例の今日は発掘あるある選手ということで、いい選手いるな。そうなんです。今日はちょっと3名取り上げたいと思います、はい、まずは日本ハムの坂口宇多選手、はいはい、そして YouTube のコメント欄に来ていた選手なんですけれども、巨人から2名、相澤博人選手と加藤蓮選手という、はい、このちょっと3名をピックアップしたいなと思います。みんな体いいよな。体つきめちゃめちゃいいですね高校から出て3年目とか2年目でしょ、はい、恐ろしい体してんな。特にまず最初に取り上げる坂口選手、身長も結構あるよな。187センチです。一番打ってるんだよな、はい、で結構体格いいですよ。伊藤芳雄かなと思ったぐらいあやっぱこう身のこなし、走り方、つまずきをこんなぴょんぴょんぴょん走っていくとか、はい、肩の強さとか、はい、でいきなり初球ホームラン、はい、いやー打てるわ打てるわ日本ハム、はい、2021年のドラフト4位で入団しています、はい、で現在はファームで打率は2割2分2厘28試合に出場してなんですが、ホームランが5本ということで、あの今下にいる水谷選手がホームランが現在7本ということで、ちょっとねそれと比較すればどれだけやっぱりすごい選手なのか。バッティングとしたらね、はい、ちょっとタミヤに似てる感じがするな。選手、うん、やっぱね縦振りなんだよ、はい、縦振りで振ってきて面をボールに当てていくっていう、うん、だからタミヤもこうやってうまいけど、はい、やっぱ体が開かないな縦振りって、うん、キャンプの時横振りになってたけど、はい、でも自分で直したんだろうな縦振りに、うん、だから非常にそれがハマってるという。ただタミヤと絶対的な違いっていうのは坂口の方が前に行くな。タミヤは前に行かないんだよ、はい、だから打てるんだけど1軍で、うん、でも悪い時入ったな坂口は。ああ競争がね。いやー万波いる、ね、いっぱいいるもん外野手が。そうか。でも体とパワーで抜けてる感じがするよ。今外野をね守っていて、うん、そもそもは内野手だったみたいなんですけれども、最近では外野の方を。もともと高校の時とかピッチャーやってたんでしょ。肩強いんでしょ。万波とお前坂口レフト、うん、いやー強肩の2人が、まあ、あの日本ハムの強肩だった時のあのなんか彷彿とさせるような、 あの時はね、うん、新庄監督だけは強肩だったけど、はい、飛距離は決して強くない。あそうなんで、稲葉もそんなに強くない、はい、そらねこの坂口守った方がレベルが肩は強いよ。あそれだけの方だからやっぱ外野手っていう風にして、いや多分そうだと思うけども、体から受ける印象、まあ、バッティングも見たけど、はい、やっぱパワーだな、うん、パワーとやっぱスピードがあると思うわ、うんうん、80、まあ、後半の身長を起こってても、はい、体が動くと思う。だから昔、はい、俺らの時にそんな身長だと、うん、お前ゾウさんかっていうような昔はね、うん、怠け者みたいな、はい、なんかそういう動きしかできなかった人が多かったけど、はい、今違うな、やっぱ鍛えてるから体俊敏に動くな、うん、87センチって多分坂本、多分巨人の坂本選手だったりとかプロ野球選手でも、まあ、大きい方ですけど、あでも大きい方だけどさらに上いるよねぐらいの、ね、感じになってきてますもん。まあまあそうだな、うん、だからいや体もいいしさ、はい、打ち方できたらいいよな。だって大学3年でしょ。あの本来はそうです、岐阜第一高校からドラフトで行ってるので、そうですね、今年21歳になる年ですね。いや大学行ったらお前高値ついたのになみたいないやそのぐらいやっぱこう体もそうだけど、はい、なんか身体能力が高そうなんだよね、うんうんうん、そんな感じしますね。だから糸井選手とそうそうそうちょっと似てるのかなって。いやだからすごくバネも感じるし、はい、それ相応の身体能力もあって、はい、その瞬発系も強いんだろうなって、はい、で瞬発系の強い人ってやっぱボールを飛ばす能力って高いから、はい、体があればね、うんうん、いいものがあるんだろうなと思ってさ、やっぱ魅力はあるな。だからこの子は打率ではなくて、まあ、2割5、6分でもいいから、はい、30発打てるな。おうまく育ったら、はい、そのぐらい あのポテンシャルはあるよ。まあ、現在もそうですよね。打率こそ2割2分2厘ですけれども、もう5号を打ってるっていうことがその証明ですよね。でも日本ハムにはその上がいて水谷っていうのが8本7本です。7本現時点で7本。やっぱね、はい、ハムのゲーム見てても打球の速さが違うな。スピードです。そうですね。それとよくソフトバンクが出したなと思うぐらいの、うん、
まあ、魅力は感じるけど、はい、身体能力的には身のこなしとかね、うん、水谷も大きいじゃない、うん、ちょっと膝が弱いな水谷って。あ、坂口の方がなんか強く感じるわ。そうそう、うん、ただそのボールを捉えたりだとか遠くへ飛ばす能力っていうのは、うん、水谷もものすごい高いものがあるけども、はい、トータル的に身体能力とかいろんなことを考えると、うん、やっぱ坂口の方が良さを感じるな。まあ、もちろんファームでの情報だったりその試合っていうのを新庄監督も把握してる見てると思うんですけれども、今シーズンっていうのは上げていきたいなっていう感じはあるんですかね。あのね、まあ、まあそれもあるだろうけども、うん、課題としたら、はい、もうちょっとスピードが欲しいな。プルスピードっていうか、はい、これができてきたら相当打つと思う。もっと今よりも、それ今川君上がったけど今川のスイングの方が早いもん。まあ、そうです、相当早いよ、うんうん、だからあのぐらいになってくると魅力あるな、うん、で一応売りとしてはやっぱり広角に強い打球を打てるっていう。いや打てるだろうな、うん、あの打ち方をしてるとさ、はい、やっぱ縦振りでこう向こうに押し出す、腹にのけることもできるし、こっちに巻き込むこともできるから、巻き込むっていう打ち方じゃないけど、はい、持っていけるだけの力あるよな、うんうん、だからこういうことができるとまあ一軍で見れるのも近いけども、はい、選手の層が厚いわ。日本ハムは願い足はそうなんです。こんな話するとは思わなかったけどな。いやもうそうですね。だけど順調にいって、うん、選手が余り出してきてるというな。そうですね、いい悩みでもありますけど、まあもちろんそうだよね、うん、まあ、だけど水谷もいるし、はい、だからまあここら辺との競争になると思うけども、うん、決して負けることはないと思う坂口。おお、楽しみな。また長距離砲の選手がね育ってきますねこれから。まあこれはまだ大げさかもわからないけども、うん、トリプルスリーが狙えるぐらいの打者になってくれるといいな、うん、日本ハムからトリプルスリー選手、うんうん、打ち方嫌いじゃないね。嫌いじゃない好きそうです ね確かに、はい、続いてはこれコメント欄からみなあの視聴者の方からいただいた一押し選手なんですけれども、はい、巨人の相澤白人選手、はいはい、2022年の、育成ドラフトの5位というところで、はい、桐蔭学園から来ました。で小学校の6年時には埼玉西武ライオンズのジュニアにも選ばれて、はい、日本代表にも中学の時には選ばれているということなんですけれども、はい、力あるな、はい、強肩強打の内野手。いや力あるよ、力あるけどもったいないのは、はい、トップの位置っていうのがあって、はい、トップの位置に入りきらないまま打ちに行ってるんだよ、うん、これが入ってバンと当たればもっと飛ぶよ。もっと飛ぶ。中途半端に入っといてあれだけ外野越えていくんだから、うん、これはやっぱ相当な力を秘めてると思うよ。現在は3軍戦が主で2軍では打ってないんですけれども、まあ、非常に期待がこれから持てる育成選手っていうところで、中途半端な形であそこまで飛ばせるっていうのは、はい、ちゃんとはめてあげると弓矢がここまでしか最大引けないとして、はい、ここまでしか引いてなかったら、うん、飛ばないですよね。飛ばないでしょ、はい、ここまで引いたら思いっきり飛んできます。そうだよね、はい、そういうことなんだよ。だから伸びしろめちゃくちゃある。おお、楽しみ。もったいないな、その力の使い方という、うん、反発の使い方、自分の体を弓矢で例えると、はい、目いっぱい引いたところからパンと離してやるような感覚になってくると、はい、もっと楽に飛んでいくよ。もっと楽に飛んでいく、うんうん、そしてすれば中途半端であそこまで飛ぶんだったら、はい、いや引いた時にはどうなっちゃうんだろうっていう魅力はあるよね。ね、巨人っていうともう内野手のレギュラー決まってますけれども、内野手の誰かが故障したとかちょっと休ませるっていう時にでも、いや決まってるって言うけどさ、うん、ちょっとどきなさいみたいな、うん、俺がやりますよみたいなっていう、ガーンって、あ、じゃあどうぞみたいなっていう、なるよ。そうですね、その可能性は十分にあります、ね。まあ、そのぐらいになってこないとダメだしな。あ、もちろんそうですよね、うん。さあ、そしてもう一名、こちらもコメントいただいていたんですが、はい、加藤蓮選手、はい、2020年の育成12位です、うん、はい、で現在ファン2軍の方に出ております、はいはい、で2軍の方で、2割9分というところで、はい、これ4月だったかな、4月の終わりにホームランも1本打ってまして、その時は一応3割超えの打率ではあったんですけれども、巨人の2軍のファームの
打順がすごかったんですよ。松原選手いればもうそうそうたるメンバーがいる中で確か8番か9番を打っていて育成なんですけれども、まだちょっとわからないな、ここまで来ると。確かにそうですよね、まあ、その映像もね、はい、そんなにあるわけじゃないし、はい、だからわからないけども、うん、ファームでも2割9分とかね、はい、まあ、3割超えをしてるっていうのは、うん、まあ、それなりのものはしっかり持ってるんだろうね。そうですよね、うん、まあ、上がったところで、うん、まあ、一軍は阿部監督じゃない、はい、で阿部監督がどういう野球をやりたいかっていうのは、うん、今本当にこう勉強して、うん、こういう選手だったら使ってもらえるっていうね、はい、そういうのを導き出して自分で何が足りないのか、うん、こういう練習をもっと増やしておいた方がいいのかっていうことをしっかりやっとくことだよ。そうですね、うん、であのこの子は俺の思った通りに動いてくれるって言ったらそれはもう早道になってくるから、はい、だからそういうところもね、ちょっとあの、まあ、もちろん技術の習得だとか、はい、体力面だとかそういうことも大事だけども、うん、やっぱり最終的にはもう頭になってくるからな、うんうんうん、まあ、こういうところではこういうバッティングをしなきゃいけないとか、はい、指揮官が、うん、あ納得するようなことをやっぱ考えてね、はい、野球に取り組んでおくと、まあ、早道かなっていうような気はするけどね。そうですね、うん、まあ、あとファンの方が育成言われてるのは、まあ、ちょっと守備が弱いのかなっていうことも話すファンもいたので。ダメだよ、守備が弱いと。まあそうですね、アウトだ。 そこをね、あのもっとまあまあまだまだ2年目ぐらいか3年目ぐらいか3年目ですね、はい、育成12位で、うん、まあ、とにかく基本で、うん、基本を身につけておけばね、はい、あとはこうアレンジしていけばいいわけだから、うん、だから応用がねできるといいけどな、そこら辺でね。守備が苦手な人ってね、受けたら上手くなるっていうけど、はい、俺そんなにね上手くなった選手見たことないんだよ。ね、いやあるよあるよ、はい、いやだけどあるけど、うん、ないことはないけどもね、はい、数少ないという。そっか、じゃあ猛練習しないと。まあ猛練習というよりもボールで遊ぶといいな。多分ね今の子って真面目なんだよ、はい、だからボールをしっかり持っておくか、そうやね、まあ遊べばいいもん、こう、あ、もういろんな遊び方で、まあね、そうそう、その中で上手くなるっていうね、うん、そういう風にしてほしいなっていう風に思う。まあ、今日は日本ハムの坂口裕太選手、それから巨人の相澤博人選手、同じく巨人の加藤蓮選手、はい、まあね、これから頑張ってほしい選手としてピックアップしましたけど、いやもう育成だろうが、うん、ドラフトだろうが関係ないからね、入ったら、はい、ね、3桁や2桁や、うん、ね、良ければ2桁になるし、うん、ね、中心だったら1桁になっていくよ、うん、まあ、1桁ってもういらないいないかもわかんないからね。だけど、まあ、頑張ってほしいな。そうですね、はい、またあの皆さんの中でもピックアップしてほしい選手、こんなねいい選手いますよというのがね選手がいましたら、はい、ぜひコメント欄の方でお書き寄せください。はい。